ちょいバズってるのが、ステップンとか、例えば歩くだけで通貨が溜まっていくみたいな、みたいなのが今ちょっと流行ってるんですよ。それが割と流行ってますね。まあまあなんかちょっと詐欺っぽいんじゃないかって言われてたりとかもするんですけど、ね、ステップンの場合はなんかその NFT でちょっと高いバーチャルシューズみたいなの買わなきゃいけなかったりとか、それが1個10万円するとか、なんかちょっとそれはあれなんじゃないのみたいなこと言われたりとかしてますけど、でも似たようなアプリ増えてきましたよね。まあ今ブームになってるのは、東南アジアとかで遊ばれてるゲームをすると稼げますみたいなやつが今ゲーム内 NFT とかって呼んだりしてますけど、何でもかんでもだからもうトークンは NFT なんですよ今。NFT っていうと受けるんで。まあイーサリアムからゲーム内通貨に変換して、ゲーム内通貨は NFT とか言ってんだけどトークンもどきなんですよ。そのゲームの中でしか使えないんで、別にそれをブロックチェーン使ってやる必要ないんですよ。ゲーム内の話なんで。だけどそんな感じでゲームで、例えば東南アジアの暇な人がずっとゲームしてたら、そのトークンがもらえるようになってるんです。で、しかも中にはゲームを始めるときに最初に10万円分とかの元手が必要なんだけど、持ってないじゃん。それ貸すビジネスとかあって、でそれを貸して、で貸した人が金利を取るわけですよ。でゲームで中ですげえ頑張って儲けるんだけど、それはゲーセンのメダルみたいなもんでさ、いや一応変えられるんだけど変えにくいような仕組みになっていて、まあ、ポンジスキームなんじゃないか、まあ、ポンジスキームってなんかネズミ講みたいな仕組みなんじゃないかとかっていうふうに言われてますけど、まあ別に NFT じゃなくてもいいんじゃねみたいなこととかにも使われてたりとかするっていうのが、まあ今の Web 3.0 とか NFT って言われてる界隈の話で、何ら別に変わってないなっていう。まあだから適度にブームに乗っかりながら損をしないようにしましょうねっていう。ビットコインがドルとか円とか法定通貨に対して上がってるのは、やっぱ近年の金余りがあるからね。要は新型コロナウイルス騒ぎでたくさん補助金とか出てるじゃない。銀行の融資もしかも金利ゼロとかで融資した、実質ゼロとかで融資したりとかしてて、実はすごい大手の金融機関とかお金持ちにはお金余りの状態になってるから、それが行き先をなくしてるわけよ。何かに投資しなきゃいけないんだけど、なんかないわけよ。だから今ベンチャー企業とかで上場したらものすごい時価総額になったりとかしてるけど、それと同じようにビットコインとかイーサリアムみたいなものにもお金がいってん。じゃあビットコインが10ビットコインしかありません。1ビットコインずつぐらいしか取引できませんだとするじゃん。でもなんか知らないけどビットコインが欲しいっていう人が1万人とかいたら、めちゃくちゃ上がるよ。何でもそうだけど、ルイ・ヴィトンのバッグが欲しいとか、人気ってわけわかんないものじゃん。いいらしいよ、みんながいいらしいって言ってるらしいよっていうのが人気です。それは株も通貨も全部そう。まあビットコインも同じで、誰かが売ってくんないと買えないわけじゃん。たくさんの売買があると、それも人気につながるわけ。なぜなら買った値段よりも高く売りたいじゃん。今すぐ売りたい、今すぐ買いたいができるものって意外と少ないんですよ。例えばスニーカーとかだとちょっと難しいじゃん、買い手がそんなにいなかったりするじゃん。だからそういうものにはあんまりこう金銭的な価値がないんですよ。でも高級ブランド、例えばエルメスのキャリーバッグとかはめちゃくちゃ価値があるのは、なぜかっていうと買いたくてしょうがない人たちがいっぱいいるわけですよ。そもそも新品あんまり買えないから、中古をみんな狙ってるわけですよ。だから価値があるんですよ。だから高いんですよ。中古のマーケットで売れることも価格に入ってるんですよ。で、同じようにビットコインもイーサリアムもすごい人気がある暗号通貨で、政府の規制も受けないから、ブラックマーケットの人たちとかも買えるわけですよ。だから結構実は買いたい人たちが、買いたい人、売りたい人がたくさんいるし、政府の規制をあまり受けない仕組みなので結構人気があるんです。の割に全体の買えるビットコインの総額が米ドルとか日本円とかに比べたら全然ちっちゃいわけです。実際に流通している量はめちゃくちゃ少ないわけで、ビットコインの時価総額はこれだってなってるけど、実際はもうすごいごくごく初期にビットコインを持ってて、俺みたいに秘密書き忘れたやつとかいっぱいいるわけ。だから実際に流動してる、その売買ができるやつはさらに少ないわけで、それはちっちゃい池がありました、大きい湖から水をボーンって引いたら溢れちゃうじゃんっていうことになってるわけ。溢れてる状態なんで、で、しかも、溢れさせられると思って、買う人たちもいるわけ。言うと、ここ、ここ、ここでしょ。溢れたところで売りゃいいじゃん。で、大体溢れたところで買う奴らはいつも損してる。昔はよく言われたんだけど、今言われるとなんか叩かれるかもしれないけど、昔は靴磨きが株を買い始めたら売れっていうことわざがあった。ボール街のことわざね。タクシー運転手と靴磨きが株を買い始めたら売れと。だ今だったら、タクシー運転手と靴磨きがビットコインを買い始めたら、要は情報借者の割合が多い人、多い職業の人がいて、その人たちが買い出したら、あ、これはもう危険サインだと。
頭のいい人たちはもうすでに売ってると。